サボンはイスラエルに本社を置く化粧品メーカーである。サボンの1号店は1997年創設者であるアビパやトックとゼーゲル・カトラー・リーバイによってイスラエルのテルアビブ中心地にあるシェンキン・ストリートに開かれた。イスラエルにある視界のミネラルにこだわりラベンダーオイルを配合するなどして製品を生産している。その名前はイスラエルの言語である。 ヘブライ語で石鹸を意味するサバンから名付けられた。ヨーロッパ系、中東系、アジア系、アフリカ系など様々な人種が集まるイスラエルは多文化が融和している国であり、ヨーロッパの影響を受けながら中東やアジアの雰囲気も混ざり、人々も陽気で明るく温かみを感じられる場所。小物やインテリア等のデザイン性も高く白やベージュを基調とした家と、 近代的なビルが調和を図る、この街にインスパイアされて、サボンの世界観が作られている。視界は、世界で最も低い場所にある、塩水湖で、その塩分濃度は普通の水の10倍と言われていて、数多くのミネラルが含まれており、皮膚病などを癒すための保養地として、ヨーロッパの人々が足を運んできたほど、多くの有用性を持っている。通常の、海とは、全く違った環境のため、 含まれる塩分も違う。歯科医は人体に必要とされるマグネシウム、ナトリウム、カリウム、カルシウム、リン、塩素、硫黄の使用ミネラル7種類のほか、美容効果の高いミネラル成分をバランスよく含むのが特徴で、それぞれが皮膚に浸透し、保湿や柔軟効果、デトックスなど、体や皮膚に対し様々な働きかけをすると言われている。 70年以上伝わるオーストラリアの伝統製法によってハンドメイドのソープを作り出来立てを図り売りしたのがきっかけとなり1997年にサボン1号店をイスラエルのテルアビブ中心地にあるシェンキンストリートに開設現在世界10カ国都市に拠点を置き2007年に日本法人サボンジャパンが設立され2008年7月に 記念すべき1号店、サボン表参道本店のオープンを皮切りに、2018年1月には世界で唯一のコンセプトショップ、アトリエサボンをオープン。2018年9月現在全国に44店舗を展開している。路面店や百貨店などの正規取扱店舗、公式オンラインストアでの通信販売を行っている。ほか、ホテルでのアメニティグッズとして客室に提供。 ホテルガジョエン東京とのコラボやプラネタリウムとのコラボなども実施している。サボンを代表するボディスクラブをはじめバスプロダクトやボディケア、ヘアケアコスメ、雑貨、男性向けのジェントルマンシリーズなど500品種以上の商品を取り扱っている。製品のボトルに貼ってあるラベルは商品名や香りの種類など全て創設者のゼーゲル、シガールが ラベルの文字を一つ一つで作業で制作し、瓶の形や商品の色など全体のデザインイメージが作られている。商品の香りはハーブそのものの香りを使うのではなく、そこに他の植物などから相性の良い香りをブレンドしたオリジナルの香りで製造されている。また、商品は創業当初から自然環境を配慮しできるだけ自然由来の成分を使いながら、 地球環境に配慮した製品作りを行っている。店頭の中央にイスラエルでパワーストーンとしても親しまれている伝説の石、エルサレムストーンを使ったウォータースタンドを設置。五感で楽しむことができる空間を提供している。ありがとうございます。